言えないんですよ、死なせればってちょっとそういう DPS は殺せばいいんですよって言ったことないから、ね、いや超アグレッシブなね DPS さんもいるじゃない、まあまあまあ、そなんでなんだろう俺の前を走っているんだろうこの人っていうねギミック、それは確かにちょっとねイラッとするね、うん、なんでこんなに俺より前行くなよ、俺の3キャラ前を走ってるんだけど、そうそうそうなんだろうっていうね、取り返すの大変、取り返すっていうかもうその最初のうちはケアするんだけど、うん、俺もう面倒くさいからタウントしない、それで、ね、一回お亡くなりにならでね迷うんですよねそれ、俺プロデューサーなんで一応我慢した方がいいかなと思うんだけど、もう挑発なんか回ってこないですよリキャスト、何回目だよこれみたいな。で、シロさん一生懸命ヒールしてるし、で、言えないんですよ、うん、死なせればって、うん、ちょっとそれはそうですね、できないですよ、さすがに、で、一生懸命やるんですけど、これはこれでね、このクソタンク、うん、ヘイトも取れねえって思われるのも嫌だし、うん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 、辛い、そういう時は本当に辛い、で、だから、一応僕より前に出ないで世に行きましょうとか、うんうん、そう、わけやいや、言うんですよ、うん、出るんですそんなの確実に転がしていったわ転がしていく転がしていく転がしていこう、あのねそれはしょうがないわ、うん、そうなんですね、ほら転がすって言ってるよみんな、あ僕は俺は転がすねって、うん、転がすねって、うん、いやでもさそれはしょうがないよね、だって言うてもだって前に出るんだもん、転がりたいんでしょ、いやでもヒーラーさんが一生懸命ヒールしてるわけですよそれを、うん、そのヒーラーさんの思いに応えるべく取り返そうとするんだけどギミックがそこに襲いかかりブレスを全体攻撃くらいみたいな、そもそもここで戦ってる時点でもうねえんだよなとか思いながら、まあね、ヒーラーもそのヒールするとヘイト稼いで全部来ちゃうでしょ、そうなんですよ、それはあれね悩ましいですよね、だってヒーラーの意見をくれって、うん、ヒーラーから見たそういうこの方はねズバッと言いますよ、どうぞ、でもタンクがタンク捨てたなと思ったらじっと様子を見守ることでしたよしよしと、あ一応そこは見てるんだね、はい、この人だってファンフェスで、うん、そういう DPS は殺せばいいんですよって言ったことないですからねステージ上で、あそれは随分走りましたね、それはちょっと公式なコメントとしてはダメだね、うん、まあ今お酒飲んでるからいいけどさ、うん、まああんま飲んでないんだけどねこいつ飲んでます飲んでます